今日もなだと役所天国、本日は2022年10月の2日、10月入りました、第1週ですね、の日曜日ですか。はい、今日も暑くなりそうですね。27度、8度予想が出てきてね、風はちょっと冷たいですけどね。まあでも今日もいい天気ですね、いい秋晴れで。はい、さあそういうことでね、昨日ね、あちらのあの奥の畑をね、借りることができましたが、それで、実はね、この隣、この今空いてるここのスペースですね、の地主さんとね、ちょっとお話しさせてもらったんですけれども、借りれるかどうか、結果に関しては×ということですね。はい、いやー、まあね、なかなか難しいです。はい、なんて言ったらいいんですかね、まあもちろんね、地主さんがすべてを決められることなので、こっちはね、お借りする立場なので何も申せないんですけども、やっぱりね、まあ正直僕も20年この業界にいるので、どうですかね、多分地主さんね、何人の人と付き合ってきたんですかね、おそらく100人とかでまあね、いろんな方がおられるわけですけども、ここの地主さんはね、非農家の方だったですね。はい、であちらの方が、まあ、農家というか、田舎の、まだこちらの方はね、そんなに引っ越してきて、多分相続をされてっていうことなので、いわゆる年配の方ではなかったんですけれども、でね、やっぱりすごく感じるのがやっぱりね、不安感なんですよね。で結局自分のそのね、相続した土地が結局知らない人にこう貸してですね、そして一体どうなるのかっていうことにとりあえず不安なんですね。なので例えば後々ね、貸してってはいいけど後々トラブルになるんじゃないかということをやっぱりすごく恐れるんですよね。でそのお気持ちはね、よくよくわかります、ね、僕ももともとね、非農家ですし、都会で生きていた人間なので、やっぱりその普通にお勤めされてる人ってね、農業のことってわからないんですね。まあ僕がやってる今ここはそんな都会でもなく田舎ですけど、やっぱりだからとりあえず断るんですよわからないから。だからやっぱりそこがね、すごくこう、そのお気持ちはよくわかるんですよね。だってそうでしょ、何だってそうですけど、なんかよくわからない投資の話持ちかけられて、いやとりあえずわかんないからちょっとやめとくよっていう、そうなるんですね。だからそのとりあえずなんですよね。うん、だからその地主さんのね、お気持ちは僕はすごくわかるし、間違ってはないと思うんですよね。ただその一つ思うことはね、その地主さんのその不安感と、例えば僕のような新規就農者っていうのはね、死活問題なんですよね、農地の確保っていうのはね。ある意味だからそれがなかなかうまくいかないから撤退しなきゃいけないっていうことに今までなってきてるわけで、つまりね、そのギャップがすごく激しいんですよね。そのなんとなく不安だから貸さないっていう判断はもちろん正しいにしても、ただ僕らがね、僕のような新規就農者が直面しているそういう農地の確保という問題っていうのはかなり深刻なものなんですよね。なのでそのギャップがね、すごく激しいっていうのはね、もう僕もよく分かっていて、なのでね、まあしばらくおそらく 2,3 年ぐらい、例えばね、あそこも借りましたしって、で多分あそこも借りることになると思いますって、要するにね、素人でもないしきちんとやりますよっていうことをね、今ちょっとアピールさせてもらいましたね。それで 2,3 年様子見てね、多分ここの管理もあるじゃないですか、草夏場草買ってらっしゃるんですよね。なのでそういう手間をね、たまの休みの時に旦那さんがこうわざわざね、草を刈るんであれば、別に僕が畑やればいいだけのことなので、僕にとってもね、正直ね、隣なので借りたいわけですよ。だって狭いでしょ、こことっても狭いんですよ。だからここつなげたって狭いわけですから、だからそういう意味で僕にとってはついでなんですよね。こういうふうにして僕はどんどん畑を広げてきたので、そういう意味ではね、決してもちろん返せって言ったらいつでも返しますしねっていう、だからそういう意味ではその辺のなんていうのかな、田舎の農地の事情っていうものってね、本当に難しいんです。本当にそのあうんの呼吸というかね、はい、向こうの方にとってはね、本当に自分のね、所有している畑なので、そうやって初めての人に貸すってものすごく不安なのだっていうのがよくあるんですけど、僕からしてみればね、何十枚あるうちの1枚に過ぎないわけですね。なので別に返してもいいしね、
そんなにね、なんて言ったらいいのかな、で結局そのすごくその揉めたくはないんだろうなっていうふうに思うんですよね。でそういう意味で揉めたくないという気持ちはその地主さんの何百倍もこっちはあるわけです、はい、なので決して揉めることなんかはないんですけど、ね、日本の田舎というのはやっぱり向こうの方からしてみればね、僕という人間はわからないしね、しょうがないんですよね、はい、まあそういう意味ではね、お気持ちよくわかるんですよねと思ってね、その不安感ね、だからとりあえず断るっていうね、その判断は間違ってないと思いますね、はい、ただ僕からしてみるとね、うん、ちょっと残念だなというかね、はい、逆に 1,2 年ね貸してもらって様子見てから断ってもらってもいいんですけど、うん、そしたら僕もそれでね、逆に言うともうここが借りられないということになると、このここでどう広げるかって隣でお隣ですからね、でもねどっちしても借りられないなら借りられないで早くね結論を出して、僕の場合はね営農でやってることなので、どんどん次に行かなくてはいけないですから、そういう意味ではもうここはなくなったんですね、はい、という意味で土が良かったんですよ、ここはね、ここもそこそこ土がいいので多分同じ組成なんだろうなと思ってね、それで、お隣をというふうに言ったんですけど、まあなかなかね難しいです。で例えばね、今僕はこうやって YouTube やってるじゃないですか、でこうやって僕がこういう YouTuber であるということを決して伝えることはないんですよね、それがね田舎においてねプラスに働くことっていうのはまあ基本的にないので、その辺もね難しいところなんです、本当にね。2年前にね愛知県に来た時はね、その僕が YouTube やってるってことを徹底的に攻撃されましたからね、皆さんどう思います、私のやってるこの農業配信は地元のあるいは農業のその地域の人にとってそんなにマイナスなものなんでしょうかね、マイナスなものを発信しようと思って私はやっているんでしょうかね、まあいいんですけどね、日本の田舎にとってねはその新しいことは全て悪だというね風潮もあるわけでございまして、しょうがございませんね。ね、そこで熱く何かね僕が農業をどんな風に二十何年やってきたかということを熱く語っても意味はありませんね。ということでね、昨日は新しく1枚畑借りられてよかったですけど、今日はダメでした、はい、ということでね、田舎ではよくあることでございます。粛々とこれからもね営農をしていくだけのことでございます。このなんて言ったらいいんですかね、そのとりあえず断る、とりあえずしないっていうのが日本の田舎をね、なかなかこういろんなことがね新しく進んでいくのに時間がかかるということでね、まあいかんせん仕方がないことではあるんですけれども、よいしょ、はい、よいしょ、さあ頑張ってねちょっと作付けなきゃいけないんで、まあでも多分お隣はあまり管理ができないで、トラクターねちょっと一本かけてもいいかもしれないですね、はい、ということでございますね。日本の田舎でね農地を借りるということはね、農家さんなら分かってるんですけどね、はい、まあ僕もここに来てまだ1年も経ってないのでね、はい、まあ簡単ではないんですね、やっぱりまあ10年ぐらいかかっちゃうんですね。でね、営農においてはね2キロ先のところにいい畑があっても意味がないんですよね、はい、それでは意味がありませんので、トラクターで自走していけるところにね畑がないとダメなわけですから、はい、ということで
熱っ。今日も暑くなりそうですね。28、7、8度ね。はい、さあ今日も頑張って仕事しましょうね。夕方6時までノンストップね。今日も昼飯を食ってる時間はおそらくありませんね。ということでね、多分10月今日2日ね、10月の一つ真ん中、そして10月の末までがもう本当のギリの勝負でございますね。はい、じゃないとクリスマスは迎えられないということでね、お隣がねもう借りられないということが現在これで判明しましたので、この続きはこちら側に持ってきますかね。まあ1年目のこちらもまさに昨日耕したばっかり1年目の畑で、ね、どれだけポテンシャルがあるか分かりませんけれどもね、どうですか。まあでもここを春作で利用しますかね。多分こっちの方が日当たりいいので、こちら側から埋めていってね、来年の春だから12月ぐらいからの大根とか人参はもう向こうで用意してありますので、トンネル栽培のキャベツ、白菜、大根ですね、レタス類みたいなもの、レタス類はちょっとハウスの方でやるかな。そうするとキャベツ、白菜、ここは多分ね、全くほとんど肥料も何も入ってないので、ぬかぐらいまで振ってね、春作はトンネル栽培ですから決してね窒素分を入れてはいけないですね。もう油虫だらけになりますので、中あったかいですからね。なのでほぼ完全無肥料でいかないといけないですね、春作は。はい、ということでございます。はい、ということで、はい、このようにしてね、一歩進みまた一歩後退ね、これを繰り返しながら少しずつ少しずつ前に進んでいく、それが農業経営でございます。それではまた。